テレビをご覧の皆さん、こんにちは。本日はワールドチャレンジカップ、さあトーナメント準々決勝。前の試合は苦しみました。シュバルツ、海外のチームを相手にどういったサッカーを展開するのか。今日の対戦相手はモンロビア FC。 レポーターのジローラモさんと一緒にお送りしたいと思います。チャオ、こんにちは、ジローラモです。世界スタジアムからこの熱戦の模様を衛星生中継でお送りします。それではピッチの方にカメラを向けたいと思います。選手たちがピッチに登場してきました。それではスターティングメンバーは、メインスタンドから見て左にモンロビア FC、 ゴールキーパーにムソニ、ディフェンダーはマルネウ、ムート、カサイラ、ハコーラ、ミッドフィルダーにカントゥモヤ、グワイ、アセメロム、キリアン、フォワードにピク、ゼリケ。ところで立野、今日の調子は普通でしょう。両チーム選手たちがピッチ上を散っていきます。間もなくキックオフです。さあ試合開始です。前半11分、ボールはモンロビア。ここからどう攻めるか。軽く前にパスを、ディフェンダーこれを読んでいました。ボールはシュバルツ、慎重に運んでいきます。おっと、厳しいマークをものともしません。左に走り込む、中央がガラ空きになっている。グラウンダーのクロス、体を張ったプレイ。ここで前半戦が終了。両者ノーゴール。先制点が取れるでしょうか。現在試合はハーフタイムを迎えています。さあシュバルツ、ディフェンダーのミクリア、今日の試合でなかなかいい動きを見せていますね。要所要所でいい形でボールに絡んできています。なかなかいい感じですね。エンドが変わりまして、左から右に攻めるシュバルツ、後半はどのような戦術を取ってくるんでしょうか。いやー、どっちも頑張ってますね。後半どうなるかとっても楽しみです。後半のキックオフです。モンロビア、戦術を変えてきましたか。このボールはディフェンダーがカットします。右を狙った、フォワード走り込む、低いクロス、ボールを抑えます。モンロビア、スローインになります。ボールを入れます。様子を伺います。このボールはディフェンダーがカットします。大きくスペースが空いています。ディフェンスうまく機能していません。いいタイミングのスライディングだ。ところでシュバルツ、モンロビア FC、 カントゥモヤに変えましてカトゥルラ、ここで投入されます。そうですね、坂本、試合に出たら堂々とプレイして美味しいですね。ここでホイッスル、90分が終了しました。90分を終了して両チーム無得点。試合はこれから延長戦を迎えます。ところで相手に押されながらもなんとかしのぎました。延長戦、いよいよ開始のようです。カトゥルラ、ここからどう攻めるか。さあどう出る、あーっとインターセプト、モンロビア、裏を
ここはディフェンダーが止めました。最後の15分、今キックオフです。ボールはシュバルツ。どちらが主導権を握るんでしょうか。シュバルツ、素晴らしいですね。あっとインターセプト。中央を狙った。なんと弾いた。詰めている。ディフェンダーが素晴らしいバックアップを見せました。ご覧の通り PK 戦となりました。これから始まる PK 戦に向けて準備が進んでいます。しかし監督も胃が痛くなるような試合ですね。そろそろ準備も終わり PK 戦が始まろうとしています。先攻はモンロビア。最初のキッカーはグワイ。じーっとキーパーキッカーを、いった、上野よく抑えました。後攻になりました。シュバルツ、一番手は立野。じーっとキーパーキッカーを見据えます。左下、決まりました。今度蹴るのはカサイラ。ファンの期待に応えてほしいです。思いっきりいった、センターの低いところ、今度蹴るのは坂本。プレイヤー、サポーターともにじーっとゴール前を見つめています。キーパー取りました。3人目、アセメロム。プレイヤー、サポーターともにじーっとゴール前を見つめています。打った、血を這うように決まった。次に蹴るのはミクリア。プレイヤー、サポーターともにじーっとゴール前を見つめています。いた、センターの低いところ。4人目のキッカーはゼリケ。サポーターじーっとゴール前を見つめます。思いっきりいった、あーちょっと躊躇しましたかね。キーパーの反応が遅れました。今度蹴るのは広永。じーっとキーパーキッカーを見据えます。思いっきりいった、ムソニ。あーこれは完全に逆を突かれました。打った、バースレスレのところに決まりました。今度蹴るのは上野。ここでなんとか踏ん張りを見せてほしい。打った、ゴール左下。6番目のキッカーはキリアン。じーっとキーパーキッカーを見据えます。いった、ため息が漏れます。ピッチ内、今度蹴るのはオキ。これを決めると勝利が決まります。いった、バーにかするギリギリのところ。ここで決着がつきました。両チーム力の限りの戦いでしたが、ようやくにして勝負つきました。試合の結果はご覧の通り、4対5、シュバルツようやく勝利を決めました。今日の試合、ミクリアなかなかいい動きを見せてくれました。次はもっと素晴らしいプレーを見せてほしいです。ジローラモさん、ピッチレポートありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺でごきげんよう、さようなら。